僕、玉木って名字が沖縄の名字なんですよ。字で書くと玉に城って書いてから来て、もう6年ぐらいになるんですけど、ずっと壁に住んでて、壁を3回ぐらい引っ越しましたね、壁の中で。結構いい、やっぱいいですね。僕、御嶽にも行ったりして、そこ結構いいです。で今日はわざわざ新小岩から来てくれた友達もいて、すごい遠いね、ありがとうね。もう座ってみた。はい、ですね、今日やる曲がラッドウィンプスさんって人で、今年去年ですか、去年流行った君の名はっていう映画の主題歌を歌ってる人のやつなんですけど、それが10年ぐらい前のその人たちの曲で、いいんですかっていう曲なんですね。でちょっと皆さんに手拍子を一緒にやってもらうので、よろしければお願いします。いいんですかこんなに人を信じてもいいんですか。大好物はね、トルから。なんかキーが、ごめんなさい、ちょっとキーが間違えた、おかしいの。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、ちょっと待って、間違えました。大好物はね、鶏の唐揚げ、さらに言えばうちのおかんが作る鶏の卵かけ、でもどれも勝てない、お前にかなわない、お前がおかずならば俺はどんぶりで50杯辛くご飯を代わりできるよ。だけどもなごと言うとちゃやってきてとかって前は言いますけど、それはあくまでも例えの話でありまして、誰の選べと言われりゃおいどんも男なわけで、砂のは寒いわけで、お前が好きなわけで、ちょびっとでも分かってもらいたいわけで、ちなみにおかずって変な意味じゃないで、嫌いにならないでね。いいんですかいいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですかいいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよいいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよいいんですよ、あなたが選んだ道ならば。
いですよ。あなたが選んだ人ならば、あなたが愛した人ならば、あなたが望んだ人ならば。